七瀬ダムでは雨が降っていない通常時や水道水の供給が必要な場合、さらに流水の正常な機能の維持のために利水放流を実施しています。利水放流は洗濯取水設備と呼ばれるダム貯水池内に設置された設備から取水しています。雨が降っていない通常時はダム湖の水は洗濯取水設備より取水してトンネル内の放流管を通って七瀬川に流れています。洗濯取水設備ではダム貯水池内の各標高で水温、濁度、pH などの水質測定を実施しています。水質測定の結果からダムより下流に放流する水質に適した深さを選択します。選択した深さまで取水口を上下に移動させて取水する仕組みです。取水された水は地下のトンネル内に設置された放流管を通って七瀬川に放流されています。